10月18日、町民文化会館調理室で、商工会青年部が開催する、バディザップが開催されました。この催しは、魚さばき教室として企画され、訪れた方の魚の三枚おろしをマスターしてもらうことを目的としています。参加者は子供から年配の方までおり、家族で来ている方の姿もありました。講師の方は、アジをさばけるようになれば大抵の魚を処理できますと話し、来場者の前でお手本を披露しました。講師から三枚おろしの方法を教えてもらうと、用意されたアジを手に取って早速試していました。来場者同士で教え合う姿や、さばいたアジを持ち帰ることができるため、夢中になってアジを三枚おろしにしている人など、参加者はそれぞれアジザップを楽しんでいる様子でした。しばらくすると三枚おろし以外の処理の仕方を講師に教えてもらう人もいて、アジの開きを作ったりするなど手際よくさばいていました。あなたは商工会青年部主催魚塾アジザップの全過程を見事終了されたことを称します。以下の